ポール・アラン・コックス・ポール、アラン・コックスは、アメリカ合衆国ユタ州及び、ワイオミング州出身の植物学者。特に島の植物の生態学と島の人々の植物の利用に焦点を当てた研究を行っている。シーコロジー創始者、ブリガム・ヤング大学で教授、学部長を長年務めた。7年間にわたって、国立熱帯植物園園長を務めた。現在は、 NTBG 参加の The Institute for e s のメドソンの常任理事を務めている。コックスは進化生態学の研究からスタートしたものの、自身の母親を乳がんで失った後から民族薬の研究を進めていった。ブリガム・ヤング大学で植物学を収めた後、フルブライト奨学金を得て、ウェールズ大学版学校で生態学の修士号を取得。その後、 ダンフォース奨学金、アメリカ国立科学財団奨学金を得るなどして、ハーバード大学で生物学の学位を取得した。続いて、カリフォルニア大学バークレー校、ミラーインスティチュート4ーベーシックリサーチインサイエンスで、ミラーリサーチフェローシップを受け、後に、オーストラリアのメルボルン大学研究員となった。1997年、島とその住民たちのために情熱を捧げる彼の、 努力の成果が認められ、ゴールドマン環境賞を受賞した。また、タイム誌、ナショナルジオグラフィック誌等、数々のメディアでも取り上げられている。豊富な種類の島言語を活用している。ありがとうございます。